諸君も知っての通り、ガリアと帝国は休戦条約の締結に向かいつつある。しかし帝国領内に危険な巨大弾道兵器が存在することが発覚し、これがダハウ大尉に使用される危険性があると俺は判断した。だが帝国領内じゃ手の出しようがねえぞ。俺はネームレスに戻り、巨大弾道兵器を破壊する。なんだと？正しくは国籍を捨ててガリア公国との関係を断ち帝国に向かうだ。国籍を捨てるって、こりゃネームレスどころの騒ぎじゃないね。この時期に法を犯す以上は国家に迷惑をかけるリスクは避けねばならない。だがそれでも俺は帝国に行かねばならないと考え、国を捨てると決めた。国を捨てる？ガリアに戻れば危険分子として扱われ、家族にも危険が及ぶからだ。そんな。失うものはあまりにも多く、同時に成功する保証もない危険な行動だ。それを承知で頼む。みんな、俺に力を貸してくれ。これはガリア軍最強の俺たち422部隊にしかできないことなんだ。最強？私たち最強なんですか？そうだ。俺たちより強い部隊は存在しない。うん、私もそう思う。戦闘力だけじゃない。どんな任務でもやり遂げてきた行動力。あらゆる苦境に耐えてきた耐久力。そして共に戦い抜いてきた結束力。全てにおいて俺たちがガリア軍最強だ。他にこの難しいミッションを遂行できる部隊は存在しない。まったく、何を言い出すかと思えばお前ってやつは本当に国を捨てる気なのか。クルトにだって家族がいるんだろう。それに将来だって。クルトさんはやっと正規軍士官に戻れたのに。俺だって捨てたくて捨てるわけじゃない。だが巨大弾道兵器は大陸全土が射程に入る恐ろしい兵器だ。大陸の各都市が標的となり、たった一撃で焦土にされかねない。そんなのはもう戦争ですらないじゃないか。隊長が国を捨てる覚悟を決めるわけだ。しょうがないな。クルトがそんなものを放っておくわけないわね。またただ働きですか。出世払いはいつになるんでしょう。現実問題として帝国領内で戦える部隊は他にないでしょうね。これまで通りやるしかねえってわけだ。結局はネームレスに逆戻りとはな。帝国に行くんだから仕方ないです。短い正規軍生活だったな。私が正規軍なんて冗談じゃないってね。やりましょう隊長、最強部隊の名にふさわしい戦いをしてみせますよ。隊長の戦いは僕の。僕、誰かが欠けたらネームレスじゃないです。そうでしょ隊長。ありがとうみんな。そうね、私たちならきっとやれる。やるぞ、最後の作戦だ。うん、422部隊一同は本日をもって除隊します。もう一度ネームレスに戻り、そして帝国へ向かいます。もう会うことはないでしょう。そうか、セブン、お前さんが敵じゃなくてよかったよ。一つお願いがあります。我々の名前だけでなく国籍を消してください。了解だ、任せとけ。では失礼いたします。これまでありがとうございました。さらばだクルト・アービング。おい、
いるか。はい、中佐。422部隊の隊員全員の死亡手続きをしろ。彼らは公国を守るために戦い、名誉の戦死を遂げたんだ。は、早急に手配を。保証より報告。国境を越えてきた部隊やり、ネームレスと思われます。休戦に向かう今、ガリアは動かないとダハウ様は考えていたが、奴らが来るとはな。万が一に備えていて正解だった。グスルグとリディアさんの弔い合戦だ。叩き潰すぞ。おお、相手にとって不足なし。最初から全力で当たれ。出し惜しみはなしだ。おお、ダハウ様、俺は勝ちます。勝って俺はあなたと同じ罪を背負うのですね。